フィールドは、紋章学及び気象学における、シールドまたは、旗の背景である。フィールドは、通常、一つ以上の原色、金属色または、毛皮模様のティンクチャーからなる。非常に稀なケースでは、フィールドは、ティンクチャーでなく、景色であることがある。アーサー・チャールズ・フォックス・デービスは、自身の著書アート・オブ・ヘレルドリーの中で、イギリスの紋章学において、 チャージによって景色を作り出している紋章が数多く、ある一方で、フィールドそのものが景色と記述されているのは、ロペスの紋章だけであると述べている。その紋章記述は次の通りである。しかしながら、1751年に、スコットランドのロバート・ディムウェディが次の紋章記述の紋章を与えられていたため、フォックス・デイビスのこの説には誤りがある。フォックス・デイビスは、 18世紀後半から19世紀初頭の紋章法学者であったため時代的には彼がこのことを知っていてもおかしくないのである。南アフリカのブランドワーグ高等学校の紋章のようにより詳細に記述された景色のフィールドの例がいくつかある。スコットランドのインバレラおよび地区会議の紋章もインウェーブス・オブ・ザ・シーをフィールドとしているが風景のフィールドはそれらが 紋章記述から、いつも同じように描くことができないため、多くの紋章館によって、紋章学的でないと考えられており、非難されている。カウント・チェーザー・レ・ファニーの紋章はこれらと同じ方法で、そのフィールドは、空の自然色として記述されている。マクギ・ボーニー、グレッグ・ロバート・ディン・ビデ六1693から1770。ザ・ヘレルドリー・ソサイティー・オブ・スコットランド。 UK ヘレルドリー、2008年7月5日閲覧。エトル、マイク、アーモーリアアカデミカ、ホールセクルブロントバク、アーモーリアアカデミカ、2008年7月5日閲覧。ザアームス・オブ・カウント・チェーザ・レファニー、ザアーモーリエル・レジスター。バークス・ペーラゲ・アンド、ジェントリー・インターナショナル・レジスター・オブ・アームス、2008年7月5日、閲覧。ありがとうございます。